皆さんお久しぶりです。聞こえてなければこの後、ちゃんと音を調節してから投稿いたします。僕は、毎日多数の、方に多数のヘルパーさんに援助していただき、生活できているのですが、この、3月、末をもって、結局僕との、結局お辞めに、なられた方が1名いらっしゃるのですが、ヘルパー制度が、ない、国の、方々には少し分かりにくいかもしれませんが、その時は申し訳ないです。僕はヘルパー制度というものを使いながら、毎日毎日人の助けを借りながら、生きているのですが、残念なことに、お一人、この、3月末を持って、辞められた方が1名いらっしゃるのですが、非常に、残念だったのですが、少し、癖のある人、だったので、ちょっとお話ししたいなと思いまして、今日の動画を上げる、ことになりました。今までもこれからもたくさんの、ヘルパーさんに、ヘルパーさんや、支援してくれる方に助けられて生きていくと思うのですが、世の中にはこういう人もいるんだなと、認識した、半年ぐらいかな、はい。入ってもらっていた時期はそんなものだと思うのですが、非常に個性的な方でした。まあお仕事は割かし、
割と、きちんとやっていただけるかなと思っていたのですが、ちょっと、爪の甘いところもあり、そういう人は残念ながら、多々いらっしゃるのですが、それより僕は印象に残ったことがありまして、こんなことを言って YouTube の方に、バンされないように願っているのですが、ちょっとあんまり、日本語的に言うと、悪口になってしまうのですが、これを言わずに、僕は、先に進めないような気がいたしまして、今日の動画を投稿するに至りました。その方は、僕の、家に、泊まって、夜、9時から朝9時まで、僕のベッドの横で僕が何かあった時のために、僕の横で布団を敷いてもらって、待機。待機。待機してもらうという形をとっていたのですが、まだ、そんなにコロナウイルスが激しく流行っていなかった時期でしたが、僕、接した方、それと、電話のやり方、やり取りのある方などは、僕の口から言っていると思うのですが、僕は、少し人よりも、耳が敏感なとこがありまして、聴覚過敏ですね。少しですが、なので非常に音には敏感です。したがって、寝不足、音がするたびに、起きてしまったりしてはいけないので、誰かが横に寝ていただくときは、耳栓を耳につけて、しっかり耳につけて、寝るのですが、その方は、
寝ていただく、ヘルパーさんに寝ていただくのは結構なのですが、すごい、強烈な、いびきを、かく方でありまして、僕も、久しぶりに驚いたのですが、地鳴りが、部屋中に、地鳴りのような いびき、いびきは書く方は見ていただいている人の中にも、いるとは思うのですが、すさまじいいびき。で、僕は、ちょっと寝不足になってしまって、それが何度か続いて、体調を 崩してしまいましたが、それはあるかなっていうことなんですが、そのいびきをかいてしまっていたヘルパーさんから、別のヘルパーさんから、同じ会社の別の、入ってくださっているヘルパーさんから、聞いたのですが、僕の家ではあまり寝れていないとおっしゃるので、びっくりしました。後で少し調べてみると、いびきを、すごくかく方はどうしても眠りが浅くなるようで、浅くなるようでした。でもそこのヘルパー事業所、そこの会社の社長に ちょっと そのヘルパーさんの いびきがうるさくて、困っていますと言ったら、その方、入ってくださっていた方の、気持ち、心がナイーブな方なので、あまりご本人には直接言わないでいただきたいということだったので そこに行くまでに、その人が入るたびに、僕は何回も、起きちゃったりとかしたので、困ったなぁと思っていたら、本格的に、体調を崩しまして、その人が入った翌日の日に、体調を崩しまして、熱が出まして、コロナではなかったのですが、
どうも寝不足による、疲れが溜まったようで、救急車で運ばれまして、これはちょっといかん、これはちょっといけないということで、その人は、言い方は悪いのですが、僕の、夜の、家に泊まってもらう、お仕事は入っていただかないようにと、そこの、責任者の方に、お電話をしました。まあそこまでは良かったのですが、その方はまあ前の、職場の方でも、割と問題が、問題をよく起こしていた方のようで、いわゆる、職業を転々とされている方のようでした。まあ、それはまあ人それぞれ、なので、僕はまあそれは良かった、それはまあいいかなと思ったのですが、まあよくよく聞いていると、それは人間的にいかがなものかなあという話が出てきた、もので、日本には、仕事を辞めたら、なんて言ったらいいか、失業保険、というものは、3ヶ月、2ヶ月だったかな、で、システムがあるのですが、それとは別に、資格を、取り、失業したと同時に資格を取る、何かシステムがあるようで、僕もちゃんと働いたことがないので、わかりませんが、その、資格を取るための、学習をしながら、その働いていたところのお給料の、6割、5割、ぐらいかな、いわゆる半分ちょっと、ぐらいかを、日本国民の税金、日本国民もしくは、自治体、の税金で、運営されているところみたいなのですが、僕はよくわからないのですが、まあその、補助金狙いで毎回毎回職業を、
何回も何回も、変えてしまう人だったようで、そういう人には、ぜひ、介護職には戻っていただきたくないなと思って、思っているのですが、どうなることやら、多分違う職種に行っても、多分長続きはしないと僕は思うのですが、まるで僕が言うのはちょっと違うかもしれませんが、まともに働いたことない人間が言うのもおかしいのですが、まるで税金泥棒のような気がして、まあ僕も後々どう考えても生活保護とか、人の支援がなければ自分の収入はあまりないので、僕も人のことは言えませんが、本当に困っている人のためにそういう制度はあると思っているので、ちゃんと働ける人はちゃんと働いてほしいなと思ってしまったのですが、僕の考えは何かおかしいでしょうか。まあこんなこと YouTube で言ってもいいのかなと思いながら、でも言わずには我慢できないなと思いながら、寝れないんですよっていうだけだったらよかったんですけども、まあ僕の、車椅子で動きやすいように自分の部屋は、ちょっと固めの、絨毯を固めで毛の短い絨毯を引いてもらっているのですが、絨毯の毛が長いと車椅子も少し動かしづらいので、でももちろんヘルパーさんには、僕の横で、ちゃんと僕の家にはヘルパーさん用の、布団、が置いてあるので、それを引いてもらって寝てもらっていたのですが、残念ながら、舌が硬かったようで、それで寝にくいとのことだったのですが、その、ヘルパーさんは、40代ぐらいの方だったのですが、どうも、寝れないとはっきりおっしゃったので、いや、すごいいびきかいて寝てるけどなと思いながら、
でも、そこの、会社の社長の方にそれを、言ったら、本人には、言わないでくれと言われましたので、今の今まで、言っておりません。ですが、4月、3月末で、お辞めになったので、もう4月になったので、この話をしても、大丈夫かなと思いながら、今日の、動画を撮ることになりました。そこの、会社の社長に聞くと、割と、そのヘルパーの方は、ヘルパーから、この人のところには行きたくないとか、いうことが多かったみたいで、僕のところはそんなことはなかったみたいですが、もしくは利用されてる方から「あの人はちょっと」って言われることが多かったようで、だから、人間ですから言い方は悪いのですが、稼働率の悪い ヘルパーさんだったようで、会社としても困っていた とのことでしたが、あの方はもうちょっと、僕としても、介護職の方には戻っていただかない方が、良いのではないかなと思います。あまり、対人関係も、上手そうではないので、自分の言いたいことだけガーって言って終わってしまう人とか、そういう人だったので、僕は別に差し支えという意味ではあまりなかったのですが、あんまり人と人の、お仕事には向いていないのかなという見解を持っておりました。どこの、ヘルパーの、会社でもあの人は取らない方がいいなと思いながら、まあこれは YouTube なんであんまり実名を出すと、どういうリスクがあるかわからないので、このチャンネルもバンされたくないので、まあ名前は出さないよな方向では行きたいとは思うのですが、まあ奥歯に何か詰まったような言い方になってしまって申し訳ないのですが、まあ身体的特徴としては、
太っていて、メガネをかけていて、少し頭の方もちょっと寂しい感じでしたかね。まあ僕もバンされたくないのでここまでしか言わないんですが、せっかく続けてきた YouTube チャンネルなので慎重な発言に止めておきます。これからも末永く続けていきたい細々とした YouTube チャンネルなので、まあYouTube 側からも注意を受けてもいけないし、そのご本人さんからも、名誉毀損なのでなんかややこしいことになっても困るので、まあ分かる人には分かるよっていう形でやめておきます。もっと優秀な人材の、方がガンガン来れるような業種にしていただきたいですね。どうも何かが欠落、された方がそうじゃないかと思ったくさんいらっしゃるのですが、ポロポロと、何かが欠落した、方々が多いので、そうではなく、少しでも優秀な人材に一人でも多く、来ていただき、長く、働いていただけるような、国、自治体、レベルにおきましても、より良い、福祉制度を、築いていただきますように、お願い申し上げます。日本の福祉制度も悪くはないのです。悪くはないのですが、もう少し、お給料など、ヘルパー受産施設で働く、職員、高齢者施設で働く職員、全般に言えることなのですが、お給料が安いのです。サラリーが安いのです。それだけは大きな声で言えます。これでは、まあ、この業界はお金だけでは解決できないこともたくさんあるのですが、お金だけではないです。お金だけではないのですが、目に見える形として、今の手取りの安い、給料ではなくて、もっと生活にゆとりの持てる給料ぐらい、になってくると
安定したいい人材がもっと、集まると思うのですが、そういったものだけではないのかもしれないのですが、どうもちょっと癖のある方がちょっと多くて、何とも言えないのですが、僕はそういう政策を考える人たちにお知り合いはおりませんので、皆さんに拡散していただくと嬉しいです。僕みたいな一障害者が何と言っても変わらないことは僕はよく分かっています。でも言わないと何も変わらないのです。少しでもいい人材を雇うために、もしくは継続的に働いてもらうためには、まずはまずはサラリーマネーが、高くないと、安定した生活もできませんし、モチベーションの高い、仕事ぶりもできません。ましてや、ヘルパーとか、介護職の方はお金の面においては、経済的には、決して裕福にはなれない仕組みになっております。裕福になれないということは、後々、結婚したりとか、結婚して子供をたくさん作ったりとか、そういうこともなかなかしづらくなります。本当は子供がたくさん欲しいのに、一人だけとか二人だけになってしまう。そうすると、余計に、日本の、少子高齢化が進んで、しまうと思うので、介護職の方々、の、さらに給料のベースアップを、強く、願います。野党の方でも官僚の方でも与党の方でも構いません。今日の話をよく聞いて良い政策を考えてみてください。僕のお話では少し分かりにくいところもあったかもしれません。でもこれだけは言えます。介護職はお給料が安すぎます。したがって、言い方は悪いのですが、仕事のあまりよくできる方もいらっしゃるのですが、あまりテキパキとできない方も多いです。あと介護という言ったら
皆さんどうしてもお年寄りというイメージを持たれると思うのですが、僕のような、僕は今、33歳なのですが、今年で34になるのですが、こういう方を、僕のような人を支える、介護職もあるのだということを、認識していただけるとありがたいです。決して、お年寄りだけのものではありません。でも今から介護職のお給料を上げておかないと、あなたたち皆さんがお年を召した時には、介護を受ける人は全て、外国人になっているかもしれません。なぜなら外国人の方が賃金が安く必死で働いてくれる人が多いからです。そうならないためには、これから少しずつでも良いので、介護職全般の、お給料を上げてもらうということが先決であります。まあ僕は去年の年末からちょっと体調を崩してえらいことにはなりましたが、まあそのおかげでこの動画ができたわけで、超絶、ポジティブシンキングで、行ってみたいと思います。ではまた、これからも僕の動画を見ていただけたら幸いです。どれだけの人に見ていただけるかな、楽しみです。たださっき言った人には、もう介護職には戻っていただきたくないなと思う思いが強いです。まあ人間相手より機械相手の方が良いのではないの、良いのではないのでしょうか。ということで今日はこのぐらいにさせていただきたいと思います。世の中にはすごいいびきな人がいるんですよ。はい。